アスリート鍼灸整骨院の院長をしてます高林孝光です。今日はテニス肘の自宅で1分でできる簡単なマッサージ方法を紹介したいと思います。でテニス肘なんですけども、肘の外側が痛い症状なんですけども、実は皆さん勘違いされてるんですけども、肘の使いすぎではなくて、実は手首とか指の使いすぎだったんです。でまずはそのマッサージをやる前に効果をですね、実感していただくために、まずは皆さんこうしていただいてもよろしいですか。で、こうして、こうやって指をこうやって動かしてみてください。これで、肘が痛い人は、結構痛いと思います。その改善する自宅でできるマッサージ方法なんですけども、まずはこの親指で、先ほども言ったように、肘の使いすぎではなくて、手首とか指の使いすぎなので、まずはこの人差し指のところをこうやって親指で、こういう風に、ゆっくりとさするように気持ちいい程度で、こういう風に、ここのところから指のところを、こういう風にゆっくりと回しながら、こうやってマッサージをしてください。で、ここの人差し指のところを、30秒ぐらいほぐしましたら、次にこの中指のところ、これをこういう風に、早く治れ、早く治れってイメージをしながら、しっかりとマッサージをしてください。で、その後、指をまたこういう風にして、こうやって動かしてみてください。症状が改善されているのがわかると思います。ぜひ皆さんやってみてください。次回は自宅でできる、簡単なテニスバンド、エルボーバンドの付け方を紹介したいと思います。今日は皆さん、ご清聴ありがとうございました。